おはようございます。速稼塾の久保です。今回はですね、11月9日から、浩二さん、西成浩二さんがですね、皆様のクラウドファンディングをいただきながら、そのね、運転免許の合宿の方に、行かれるということなんで、本当にこれはね、大きな一歩になると思います。私からも皆さんにお礼を申し上げたいと思います。このようにですね、誰かがチャレンジをするときに、応援する人っていうのが、必ず、いてくれると思うんですよね。ただ残念ながら、その応援してくれる人を見つけるためには、一定の発信力や拡散力がなければならないんですよね。まあそのためにも普段からインターネットのこの放送ってのをしっかりと鍛えておく必要があります。これは二つの意味があって、一つは自分の何かやりたい時に応援してくれる人を探す意味もあるんですけども、逆にですね、今度ね、困った人を探す時にもこれが必要なんですよ。誰かこういうことで私の力が役に立つ人はいませんかっていう時に、あ、助けてくださいっていう人がね、見つかりやすいということがあります。今回、浩二さんがまた一つの挑戦をして、きっとですね、こちらの合宿、2週間だそうですけども、いろんな経験をされてですね、また大きくなって戻ってきてくださると思います。そして、これからクラウドファンディングの事業を実際に始めていただくときに、きっと浩二さんが多くの方のお役に立てると思うんですね。そのきっかけをくださったのが、クラウドファンディングに集まってくださった皆さん、応援してくださった皆さん、そして出資をしてくださった皆様、この動画とかをね、ずっとご覧いただいた皆さんの本当おかげだと思います。浩二さん、本当に嬉しいですね。私も、クラウドファンディングを進めておきながら、そして、軸になってね、集めておきながら、なんと言いますか、妙な感じですけども、非常に、感動というかね、いいドラマを見させていただいているなと思っております。合宿でいろいろあると思いますけども、本当にね、頑張っていただきたいかなと思いますし、これからもう一花、二花咲かせれるんだってところを、私たちの世代にも見せていただければと思います。本当にね、動画の方をいつも送っていただきましてありがとうございました。そして11月9日からということなんで、もう今日が8日ですからね、動画の方は、速稼塾の配信で、貼り付けさせてもらいます。今日、明日、明後日と3日ぐらいにわたって動画を皆さんにお届けさせていただいて、またその間ですね、浩二さんから徳島の方に行かれるそうなんですけども、そちらの方からメッセージが入るようでしたら、それも同時に配信させていただきます。そして、速稼塾塾生の徳島方面に在住の方いらっしゃると思うんですけども、浩二さん合宿に入りますので、会いたいんですみたいなメッセージ、もちろん気持ちわかります。しかし、ここはちょっと抑えていただいてですね。どういうふうにするかっていうのは、浩二さんに時間の余裕があるかないかってところもありますんで、なんとも言えないところなんですけども、できればね、温かく見守っていただければと思います。きっといつか会えると思いますのでね。それでは、浩二さん、メッセージありがとうございました。体に気をつけて頑張ってください。そして、環境変わります。そして、いろんな出会いがあると思います。きっと全てを、浩二さんの糧にしてくださるんじゃないかなと思いますし、浩二さんのね、精神力が、なんか、大きな、なんか勇気を視聴者さんに与えてくれるんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。じゃあ、いってらっしゃい。